こんにちは。大人のための美容室ブライブハーツです。今回はどうして白髪になるのかというお話をしたいと思います。髪はメラニン色素によって色ができます。白くなるのはこのメラニン色素が含まれていないからです。メラニン色素を生み出す細胞や酵素が働かなくなると白髪が生まれます。原因は加齢や遺伝、ストレス、病気、生活環境など様々で、実はまだよく分かっていません。一般的に白髪は男性で平均34歳から、女性で35歳から出始めるそうです。血行障害などで毛根に栄養がいかなくなるとメラニン色素を作れなくなり、部分的に白髪が集中することもあります。白髪でお困りの方はプライムハーツで検索、こちらでご確認ください。いろいろな白髪に対するカラーが載っております。また LINE アットも始めましたので、今出ている QR コード、こちらから読み込んでいただき、登録ご予約までしていただいたお客様、こういった特典もご用意いたしております。 YouTube を見たと必ずおっしゃってください。今スマホからご覧になっている方は画面下の説明文から登録ができるようになっております。皆様のご来店ご予約お待ちしております。では